はい、こんにちは、ブルーホースです。今日はハーバード心理学14日目をやっていきましょう。今日のテーマはですね、こちらですね、安全圏から出ようということになります。安全圏って何っていうとですね、先に言っちゃった先に安全圏って何っていうとですね、こんな感じなんですね。はい、自分の普段いる居心地のいい場所のことを指したりします。でこれってコーチング用語で言い直すと、コンフォートゾーンなんて言ったりするんですよね。で何かっていうと、いつもの仲間ですね。いつもつるんでる仲間とか、いつもの場所、いつもの仕事や勉強とか、それからいつもの会話、いつもしている会話とかですね。なんかこの友達だったら絶対にこの話するみたいなね、あの時あんなことあったよね、はぁーみたいな感じ。それからいつもの食事ですね。いつも食べている食事、朝昼夜これ食べますっていうような、いうことで、人間っていうのは言ってしまえば習慣の生き物なんですね。行動の大体 70% から 80% くらいはルーティンで生きているというような風に言われています。で現状に満足しているか、もしくはですね、不安なことがなければずっと同じ場所、同じやり方にとどまろうとするという習性があるということなんですね。ところがですよ、安全な場所にもにいるにもかかわらず、現状に不満があって文句を言ったりとか、あるいはなんとかならへんかなってぼんやり考えたりするってことあると思うんですよ。でそんな現状を少しでも好転させていくっていうのが今日の話になります。なので題して、コンフォートゾーンから抜け出そうというようなことが大きなテーマになっていきます。はい、ということで、よいしょよいしょ。で、お話としてですね、心理学者のダリル・ベムさんという方がいらっしゃいます。でダリル・ベムさんを、ダリル・ベムさん一体何を言ったかっていうと、自分が自分のことをどう考えているのかっていうのは、他の人のことをどう考えているのかを決めるのと同じなんですね。観察によって決まるっていうふうに言ったんですよ。例えばどういうことかっていうと、これはですね、老人ではなくて、ここで直しちゃいましょう、老人ですね。はい、老人に席を譲る女性をあなたが目の当たりにしたら、あの女性は優しいっていうふうに思いますし、もしくはですね、仕事とか勉強で目標に向かってやるぞ頑張るぞっていう男性を見たら、やる気があるなあの人はっていうふうに思うと思うんですね。そんなことなんですよ。で同じように自分の行動っていうのを観察してみると、その行動によって自分自身のことを判断しているんですね。どんな性格とか、どんなタイプの人っていうふうに判断していると。じゃあ例えばどういうことかっていうと、人に親切をすれば自分のことを優しい人間だなっていうふうに思うし、溺れている人を助けたら自分を勇気ある人間っていうふうに思うんですね。でこのことを何かっていうと、自己知覚論っていうふうに言います。別にですね、この辺の名前っていうのも全然覚えなくて OK なので、こんな自己知覚論っていうのがあるんだなと、自分のことをどう思うかっていうのは自分の行動次第なんだなっていうことくらい思っておいていただけたら OK です。でですね、つまり何が言いたいかっていうと、自分の行動によって自分自身に対する考え方っていうのは変えることができるっていうことなんですよ。だからもしも今の自分の性格とか考え方が嫌だとか、もう変えたくてしゃあないっていう風に思っているのであれば、性格そのものとか考え方を変えるための努力っていうのをするんじゃなくって、自分の普段繰り返している行動をリストアップしてみるっていうことの方が大事だっていうことなんですね。何をしているのかっていうことの方が、例えば怒りっぽい性格っていう人が怒りを目の当たりにした時に、落ち着けよっていうふうに自分にこうどうどうって言ったりとか、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 って数を数えて怒りを鎮めるっていうふうに考え方変えたり、性格を変えようっていうふうにするんじゃなくって、どっちかっていうと怒りを覚えた時にどういう行動を取ってしまっているのかとか、そういうふうな方をリストアップした方がいいということなんですね。でそうすることで自分の変えるべきところっていうのを知ることができるんです。でその上で自分が理想とするなりたい自分像っていうのを明確にして、で理想の自分が取りそうな行動は一体何かと、怒りっぽい自分を直したい、でどちらかというと人に優しくする自分になりたいなっていうふうに思っているのであれば、怒りっぽい自分が取っている行動と優しい理想である自分をが取っている行動っていうのはそれぞれ一体何なのかっていう、これもリストアップしてみましょうということです。はい、でよいしょ、よいしょ。はい、誰にでもですね、ずっとやりたかったこととか、それからなりたかった自分って当然たくさんあると思うんですよ。でリストアップした内容に基づいて、その理想の自分らしい行動っていうのをひたすら取ってみるっていうことが大事です。
ね、例えばダンサーになりたい自分だったら、ダンサーってどんな性格なのかなって言ったら、やっぱ好奇心旺盛だったりすると思うんですよ。で、好奇心旺盛なその理想的なダンサーだったら、どんな身振りや手振りをしているの？スポーツ選手になりたかったら、ね、野球とかでいうヒーローインタビューを受けているところを行動として撮ってみたりとか、それから歌手だったら実際に歌ってみたり、歌詞を書いてみたりとかっていう感じですね。それから声優、これは僕自身の話なんですけど、好きなアニメキャラのセリフを覚えて話すとかね、あの久しぶりだなクラウドとかね、もうセフィロスの声真似とかね、いやあの全然似てないんですけど、やりながらずっとやったりとかしてましたけどね。で、そういうそれらしい行動っていうのを取ってみましょうと。ところがね、まあ、最初はどうしてもぎこちないし恥ずかしいと思うし、周りの見られ方っても当然気になると思うんですよ。未だにですね、僕声優への憧れっていうのが抜けきらないから、お風呂場とかで歌ってみたりとか、それから声真似をしたりとかして、あの映画のキャラになりきったり、アニメのキャラになりきったりとかっていろいろやったりしてるんですよ。そしたら奥さんが横目でしらーっとした目で見てくるんですよね。まあ、それでも僕はもう断固として声優になるんだって考えて、もうやってるんですよね。そしたらあの大体ね、うるさいって言って一周されるんですけど、それでも頑張ってます。まあ、そんな話はどうでもとして、まあ、しかし少しでも、まあ、理想の自分を目指すためだったら、コンフォートゾーンを抜け出すためだったら、理想の自分に必要なことをやってみるしかないっていうことなんですよ。でもさっき言ったように、奥さんにどんだけ白い目で見られてもうるさいっていう風に制止されたとしても、やり続けるっていうことなんですね。で、僕自身の話をちょっとさせてもらうと、まあ、寝るのが大好きなんですよね。でも家族を守るために今のままでいいのかっていうことを自問したわけなんですよ。で、家族を守ることができる人間っていうのは一体どんな過ごし方をしているのかっていうふうに考えると、まあ過ごし方というか出した結論としてはですね、2つあって、どんな力があるかっていうことを考えたんですよ。そしたら2つ、はい、これですよ。肉体と財力なんですよね。やっぱり肉体を、ね、家族がいざ何か問題が起こった時に体で守らなくちゃいけない、それから金銭的な面で守らなくちゃいけない。じゃあ肉体を鍛えていくためにはどうしたらいいかっていうと、筋トレだよねということで、まあ、ジムに通って、まあ、ちょっとね年末で解約をしてしまったんですけれども、1年でベンチプレス例えば15キロアップしましたとかね、で行くたびに5キロずっと走ったりとかしてたんで、まあ、体力と、まあ、それから体も一回り大きくなったっていう感じです。でそれから財力、仕事に関しては営業成績、まあ、2020年に関しては残念ながら全国2位だったんで、今年からちょっと1位を目指して頑張ろうということで、仕事も頑張って、やっぱりあのお金もね、できる限り手に入れるというような働きを今しているというところです。で、この2つを叶えるために確かにめちゃくちゃ体酷使をしたんですよ。平日はもう朝早くから夜遅くまで仕事をやってですね、まあ、夜遅く、まあね、仕事したして、で土日もあのうちは面白くて、奥さんがね土日仕事するタイプの人間、仕事する職業に入ってたので、奥さんが出かけるタイミングでジムに行って、午前中はもう全部ですね、あのジムで体を鍛えるということで、まあ、ほぼちょっと体を休めているっていう感覚があんまりなかったなっていうような1年半を過ごしてきたんですよ。確かにやってる最中っていうのはしんどかったんですけど、まあ、今ならメンタル的にも体力的にもちょっとしたことじゃもうびくともしないというもう自信がありますですはずです、ということなんですね。まあまあそんな話はいいとしてですね、はい。で、ウォルト・ディズニーさんも実はこんなことを言ったりしてるんですよね。物事を始めるには話をやめ行動を開始することだと。もうだからもうね、弁を立ってむちゃくちゃペチャクチャ喋るのはもういいから分かったから、それよりもまずは体を動かすよっていうことを言ってるんです。で、変えたいものとか、それから変わりたいもの、理想の自分を目指すためにですね、それぞれをリストアップぜひしてみてください。どんな行動を自分普段取ってるのか、それから理想の自分だったらどんな行動を取ってるのか、それぞれをぜひリストアップしてみてください。で、皆さんが今いる居心地のいいコンフォートゾーンっていうのを抜け出してみて、新しい自分を想像してみていただけたらというふうに思います。今日はそんなきっかけを作るためのお話でした。ということでですね、最後にこの動画が役に立ったなとか、それから面白かったっていう方はですね、ぜひチャンネル登録ボタンと、それからグッドボタンもよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でもお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなと
という方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。